光明寺光明寺は、三重県伊勢市岩淵三丁目に位置する、臨済州東福寺派の仏教寺院である。三号は、金子山。南北朝時代の南朝方の武将、結城宗広の終焉の地とされ、近世の伊勢神宮周辺では、唯一首脳を許可された、光明寺の一つ称で知られる。寺伝では、天平年間に、聖武天皇の直願により、 伊勢神宮激宮域の南方の先山の鼓が竹に創建されたという。ただしこのことは資料にはなく、元は激宮域の北方の山田の関の関神社の近くにあったという。光明寺の古文書に激宮神職であった渡来市の関紀博光が創建したと記されていることから、こちらが定説とされる。いずれにせよいつから関にあったのか定かではないが、 鎌倉時代の天覆2年に、広光が一族に所領などを分割上とし、先祖氏寺光明事務執行と、加元3年に記録されていることから、当時が、世市の氏寺で、周辺に農地などを有していたことがわかる。鎌倉時代末期の元王元年、前奏の月並み恵み館に再興されたと、光明寺山編に記されている。恵み館はもともと、天台宗であったが、 東福寺の前日骨大恵に指示したことから当時が臨在州に改修されたと考えられる。恵官は結城宗広の息子であったと言い,い、最高から間もなく迎えた南北朝時代には玉丸城が築城されるまで当時が南朝方の伊勢国での重要な拠点の一つとなった。建武元年には五醍五天皇の臨時で祈祷しようとされ、 剣武三年にはすでに高齢であった、下空新職の渡来家行の助力もあり、五代醐天皇御子の宗永親王と共に、伊勢に赴いた、北畠近房が当時を訪れた。延元三年、足利高氏率いる北朝方が、九州で勢力を回復した後に犯行に出て、南朝方が、形成不利となった時、近房、宗広らは巻き返すために、 本拠地の欧州で勢力を回復しようとした。ノリナガ宗永ムネを報じた一行は、伊勢の大港で調信された52隻の船団で9月に、大港を出版する者の,の暴風雨により、遠州などで遭難してしまう。試算した一行のうち、ノリナガに同船して、愛知県千多郡篠島に漂着した宗広は、伊勢湾を渡り、 のりなが親王に伴って、セギにあった当時に滞在するが、高齢であったこともあり病に倒れ、同年11月21日に70歳で没する。病死とするのが定説であるが、自決であったとも言う。宗広の遺体は、当時境内の結城宗広教墳母に葬られたとされる。シュロワ桃山時代の天正年間、伊勢神宮の養成により、 周辺で盆一章をつくことが禁止された。これに抗議した当時のみが、豊臣秀吉から許可を得て、近世の伊勢神宮周辺で唯一首導を有した、ことから、光明寺の一つ章と呼ばれるようになった。この金は、鎌倉時代の県庁年間に、朝廷から送られたものと伝えられるが、事実でないとも言う。破損したため、現場五年に、 下空ねネギの出口園シュゲルが寄進した。漢文10年に山田で起きた大火事では、当時は被災した227か寺の一か、寺となった。山田奉行が下空,空域に近すぎるとして、移転を命じ、現在地の世田川右岸の岩淵に移転した。結城宗広京墳墓はその後も長らく世木にあり、吹き上げの古墳と呼ばれていたが、 昭和23年に現在地の光明寺境内へ移転されたものである。山田大下での消失を免れた光明寺所蔵の古文書は、漢文年間に渡来氏の出口信義、出口延京親子が調査、書写して光明寺旧記を編纂し、幕末には安城博則が徹底的に調査し30巻にまとめた。これらの文書は内閣文庫に、 光明寺古文書として所蔵されている。明治維新後の廃仏希釈で、伊勢神宮周辺では196カ寺が、原属寺、廃寺となり、91カ寺が残された。当時は廃寺には至らなかったが、達中4カ寺と、松寺21カ寺を失い、本堂、首郎と三門を残すのみに衰退し、本山の援助を受けることとなった。 明治元年11月に設立された宇治学校と山田学校が明治3年6月に合併され当時境内に校舎を置く渡来県学校となるものの翌4年1月12日に休校となり再開されることはなかった。大正期に宗広に奉納する能楽、勇気が作られ明日の11月21日に近い日曜に 伊勢市通り町で通話を伝える勝田流により、当時で奉納される。光明寺境内石東群三重県道37号、鳥羽松坂線沿い、伊勢郵便局の向かい側を少し入ると光明寺の、山門。ありがとうございます。